Harsh. お待たせいたしました。今日はスタジオにゲストを迎えしています。ウィーバーの皆さんです。自己紹介をお願いします。はい、ウィーバーのピアノボーカル杉本です。よろしくお願いします。お願いします。ドラムの川部です。よろしくお願いします。お願いします。ベースの奥野です。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。いらっしゃいませ。今着きました。で、はい、今着いた、はい、そうですか。はい、ですね、はい、おお、じゃあまあちょっと一息つく間もなくスタジオインという感じですね、はい、ありがとうございます。まあ明日のお話もあるんですけれど、はいはい、まずはちょっとおさらいをしておこうかと思うんですが、ウォークオンザナイトレインボーというね、はい、コンサートツアーも始まっているわけなんですけれど、はい、2月10日にニューアルバムがリリースとなって、うん、はい、で、このお話をちょっとだけ聞かせていただきたいなと思ってるんですが、はいはい、まあ、この6枚目のアルバムですよね。そうですね。で、このアルバム、そのタイトルに込められた思いを聞かせていただこうかなって思うんですけれど、はい、このアルバム自体が僕たちにとって3年ぶりのアルバムということで、はいはい、その間にこう自分たちもいろんな挑戦もしたりだとか、うん、ロンドンに留学を半年間したりもしていて、はい、 そうですね、そうした中でどんどんサウンドも変わってきてたので、はい、今の新しい景色っていうのを本当に自分たちも追求して作りましたし、はい、やっぱり音楽もそのナイトレインボーと同じで、まずナイトレインボーっていうのが実際に起きる現象なんですけど、はい、そうなんですよ。なかなか見れなくて、はい、いろんな条件が重なると本当に夜に虹を見ることができて、うん、それを見ると幸運が訪れたり幸福になれたりっていうことがあるので、うん、僕たちの音楽もそうやって時間をかけて本当に出会えるかわからない音を作り上げて、それを聞いてもらうことによって聞いてくださる方が、うん、幸せになってもらえたら嬉しいなという、そういう思いを込めて作りましたね。で、今回のこうアルバムで、はい、なんかこうウィーバーの楽曲になんかこう変化が起こったようなそんな気がするんですけど、うん、はい、その辺はどうですか？そうですね、もともと僕たちピアノトリオでやってるんですけど、うん、今回は結構シンセのサウンドを入れたりだとか、はい、自分たちがこう楽曲を作る中でもテーマを今まで以上に持って作ることができたので、はい、どこかこう少し今まで以上に R&B だったり、はい、80s のちょっとシンセがたくさん入ったポップなサウンドを意識して作った曲が増えましたね。で、まあ、そのアルバムを引っ提げてのコンサートツアーが6月11日から始まっておりまして、はいはい、全国14箇所、そうですね、14公演ライブハウスツアーということで、はい、いよいよ明日なんですが、はい、7月2日盛岡クラブチェンジウェーブで開催。はい、はい、そうですね、はい、楽しみ。ね、ホールとはまたライブ、そうなんですよね、ライブハウス。実は4月にホールを回るライブっていうのをしてたんですけど、それは全国9カ所かな、回って、まあ、それでは回れなかったところを今回6月からのこのツアーで回っていこうよということで、そのライブハウス回ってるんですけど、やっぱりそのお客さんとの距離が近い分、僕たちの気持ちも高ぶるし、まあ、近いからこそ伝わるものっていうのもあると思うし、そういうのはすごい僕たちも楽しんでますね。ですよね。で、まあ、ニューアルバムの曲もね、はい、ずっと演奏もされてると思うんですけど、うん、はい、どうですか、こうお客さんの雰囲気っていうのは。そうですね、うん、まあ、今すごく僕たちも本当に自由に音を感じたままに楽しんでほしいっていうのを言っていて、はい、で特にその先ほど言ったロンドン留学から向こうのお客さんっていう、ロンドンとか海外のお客さんで本当にお酒飲みながら音楽楽しむっていうのがすごく一般的で、もう自由に体揺らして楽しんでて、日本人はどこかちょっとシャイなところがあるから、みんな一緒に手を挙げて、なんか周りを見て確認してからやっちゃおうかなみたいなね、そうありますよね。なんかそれもそれで一体感があっていいんですけど、そうじゃない、本当に好きに楽しんでいいよっていう部分を言ってきてるので、うん、はい、なんか最近のライブでは本当に自由にこう歓声上がったりだとか、うん、好きなところで体揺らしたりだとか、そういう風にお客さんもこう楽しみ方が変化しているのを僕たちも実感しているので、うん、すごく嬉しいですね。多分日本全国こういろいろ回ってると思うんですけど、はい、東北の人は特にシャイな人が多いかもしれない。そうなんですかね、今までもこれ何回も来てるんですけど、うん、そんな風にも、ね、そんな印象ないよね。あ、本当？思わないですね。よかった、うん、割とね、全然とか言って明日めっちゃ冷えたでそれがないように、じゃあ皆さん今からも心の準備をして、ね、盛り上がっていきたいと思いますけれどもね、はい、たくさんのメッセージもね届いているんですよ。ありがとうございます。まずはね、
ベイちゃん、はい、誕生日おめでとう。あ、ありがとうございます。そうね、そうなんです。28日に誕生日だったんですよね。ありがとうございます。すいません。なんか掃除機のプレゼントだった。そうなんですよ。メンバースタッフから。なんかブログでなんか掃除機かけてたのは、あれは噂の掃除機をいただきましてですね、もう線がないというそのなんていうコードレスで充電式のやつ。そっかそっか。それだけですごいですよね。私最初ライブハウスのスタッフかと思ったあの写真を見た時にあれよく見たら違うと思って。あ、そうですか、はい、ってことは常にあれ持って歩いてるんですか今回の。あ、違うのね。あれちょっと家に置いてるんですけれど。いいやつだから、ね、なるほどなるほど。そんなメッセージもたくさん届いていました、うん。でね、じゃあちょっといくつかご紹介しますが、はい、パンダポンポンさん、はい、盛岡の印象を教えてください。そうですね、冷麺食べたいです、ね、そう、冷麺、去年来た時に初めて冷麺を食べて、はい、その前はわんこそばを食べたんですけど、ごちそうはまずやっぱ食なんで、そう、食べ物はね、やっぱりそうですよね、はい、今回も冷麺食べたいなと思ってます、ね、あ、わんこそばやらへんの。やりたい。だから前カーベが一番食べて、それ以来ずっとわんこそばわんこそば勝てるからね何かと勝負しよう。ただちょっと結構本気でやるからなんか体力消耗するところでは、ね、前日にやるとちょっともしかしたらね、うん、明日終わってからしますね。そうですね、はい、あ、やっぱり必ず食べるものってありますかっていうことですけど、やっぱり岩手といえばそういう麺系ですか。そうですね、そういう印象は美味しかったです、はい、ね。じゃあですね、もう本当にあっという間の時間なんですけど、メンバーの皆さんが初めて行く場所の楽しみ方どうしてますか、このツアーとかね、回るときに。どう、今結構そのインターネットとかでその地名、うん、観光とかで調べるとやっぱりこう情報がたくさん出てくるので、うん、 ね、まあ、それはもしかしたらすごく定番なことで、その、うん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 、そこに住んでる方はもしかしたら進めないところかもしれないですけど、でもやっぱりこう定番のところ行きたいなっていうことで、はい、その岩手出身、この辺でも本当にすぐそこにその岩手城跡とかがあったりするので、うん、その行きたいなってすごく思いますね。それぞれみんなリサーチはしていくんですね。そうですね、僕は現地のお酒を飲むのを楽しんで、うん、あ、そうですか地酒地酒、はい、でも美味しいお酒いっぱいありますから、お米美味しいですからね。そうですよね、はい、じゃあ今夜は控えめに明日いっぱい飲んでくださいねさあ、まだまだね、たくさんメッセージいただいていました。皆さんありがとうございました。ありがとうございます、改めて明日盛岡クラブチェンジウェーブで、はい、会場が4時、そして開演が4時30分ということですが、はい、当日券はありますか。はい、若干枚数ありますね。若干ということですので、はいはい、お早めに会場にね、いらしていただきたいと思います。じゃあ最後に一言ずつラジオを聞いてる皆さんにメッセージいただいていいですか。はい、そうですね、もう1年ぶりのライブということですごく楽しみに来てますし、はい、まあ、やっぱり今回新しいアルバムができて、はい、新しい曲たちと一緒に楽しめたらなという思いがすごく強いので、うん、ぜひ会いに来てもらえたら嬉しいなと思います、はい、杉本さんでした。続いて、はい、川辺です、はい、僕たちの中で本当に一番いいアルバムナイトレインボーができて、そのアルバムを引っ提げてのツアーということで、今本当にいい状態でバンドがツアーを回れているので、ぜひ偶然ね、このラジオを聞いてる方は本当に明日見に来てほしいなと思います。ぜひよろしくお願いします。ありがとうございます。はい、そうですね、やっぱりこうもう本当は来たいんですけど、なかなか来れないところなんで、うん、明日その来れなかった分の思いを一日に込めて、ああもう今日最後やったなって言って帰るようなライブにできたらいいなと思ってるんで、うん、楽しみにしていてほしいなと思います。そうですね、奥野さんでした、はい、皆さんそれぞれのなんかこういいこと、虹が見えるような、うん、はい、そんな時間を過ごしていただきたいですね、はいはい、では最後に1曲お届けしたいと思いますが、はい、どの曲をお届けしましょうか。それではニューアルバムナイトレインボーが聴いてください。さよならと言わないで。ウィーバーの皆さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。